皆さんこんにちは。本日は福岡にやってきました。福岡の冬といえば水炊き、もちもちのうどんも温まりました。おしゃれな焼き鳥屋さんに美味しいお魚、今日も博多の魅力をたっぷりご紹介しますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。博多駅に到着、早速ビールで乾杯していきたいと思います。餃子リーさんに行きたいと思います。中国に来た気分になる店内です。メニューはこちら、種類もたくさんあり、本格的な中華料理が楽しめます。青島ビールで乾杯。乾杯。麻婆豆腐はボリュームたっぷり、山椒が効いていてしびれる美味しさ、お豆腐が柔らかくてトロトロで美味しい。これお酒進みます。ご飯あったら3杯食べれる美味しさです。毎日1000個、餃子も皮もあんも手作りされているそうです。看板メニューの焼き餃子、いつもの餃子の3倍くらいの大きさ、厚みもあり一つがかなりボリューミーです。皮は分厚めで外はカリッカリで内側はもちもち、中にはお肉と野菜がバランスよくたっぷり入っています。噛むとじゅわっと小籠包みたいにスープが溢れてきてジューシーで美味しい。こんなにボリューミーなのに重たくないのが不思議です。美味しかったです。ごちそうさまでした。梅山鉄平食堂さんに行きたいと思います。メニューはこちら、こちらでは新鮮な福岡のお魚が食べられます。煮付け定食にしました。少し揚げてから煮てあるので、甘めのタレがお魚に絡んで美味しいです。お魚自体はあっさりしているので食べやすい。身がホロホロで口に入れるとじゅわっとタレが溢れてきて最高でした。こちらは長崎で採れた金時鯛の刺身定食、見た目がもう美味しそう。外が香ばしく炙られていて、口の中に入れた瞬間とろけました。食感はコリコリ、油がめちゃくちゃ乗っていて美味しい。オリジナルの梅山ふりかけ、これがまた美味しくてご飯が進みます。切り干し大根もお出汁が効いていて美味しかったです。ごちそうさまでした。天神わっぱ亭食堂さんに行きたいと思います。平日お昼の店内はこんな感じ。メニューはこちら、種類がたくさんあって迷ってしまいます。ご飯のおかわりは無料です。今日の気分はとんかつでした。ボリュームたっぷりのとんかつではなく、懐かしい感じのとんかつ、カラッと揚げられていてサクサクジューシーです。脂身少なめでさっぱりしていてさらっと食べられました。甘辛のソースをたっぷりかけるとご飯が進みます。サイドメニューもしっかりついていて栄養満点、ご飯もおかわりしてしまいました。ごちそうさまでした。鳥ぶどうさんに行きたいと思います。店内はおしゃれで落ち着いた雰囲気です。メニューはこちら、創作焼き鳥、自慢の串たちも美味しそう。串以外のメニューも豊富です。
こちらが締め。お刺身も。乾杯。お通しのおしゃれな生ハム、茶碗蒸しは珍しい焼き餅入りです。とうもろこし焼き、バター醤油で味付けされたとうもろこしとジューシーな豚バラ、とうもろこしがプチッと弾けて甘みが広がり美味しい。散りばめられたチーズとも相性抜群です。ビール進む。福岡といえばぐるぐる鶏皮、カリカリジューシーで油があっさりしているので何個でも食べられます。甘辛のタレがお酒進みます。ずっと噛んでたいぐらいの美味しさ。アボカドクリームチーズ巻きは、アボカドとチーズが口に入れた瞬間とろけて豚バラと相まって美味しい。わさび醤油のソースがさっぱりしていて、アボカドチーズと相性抜群です。心残りはプリッとしていて弾力のある歯ごたえが癖になります。あっさりしていてからしをつけるとまたツンとして美味しいです。月見つくねはコリコリとした軟骨入り、外は香ばしくて中はふわふわ、ドロッとした甘めのタレと濃厚な糸島産の卵が絡まって美味しいです。旅行先でちょっとおしゃれに飲みたい時におすすめです。ごちそうさまでした。夜ごさんに行きたいと思います。餃子ラスベガスさんの中を通って夜ごさんに向かいます。目でも楽しめるオープンキッチン、メニューはこちら。とりあえず生で乾杯。いちじくバターは軽くて滑らかで美味しい。ヤリイカとジャガイモのエスカルゴバター、旨味たっぷりの柔らかいヤリイカ、ニンニクが効いていて美味しい。キノコとジャガイモも香ばしくてうまい。夜ごさんに来たらウニとジャガイモ、ウニのクリームソースがシャキシャキのジャガイモにしっかり絡んで濃厚で美味しいです。これはお酒が進みます。白ワインを注文。焼きたての2種類のパンはおかわりできます。そしてお目当ての牛ヒレ肉のレアカツ、このビジュアルがたまりません。柔らかくてジューシーな牛ヒレ肉、そして後味さっぱりのとろける美味しさ、コクのあるソースが絡んでめちゃくちゃ美味しいです。これはおすすめの一品。メインは時間がかかるので最初に注文するのがベストです。福岡に来たらまたお邪魔します。ごちそうさまでした。いろはさんに行きたいと思います。メニューはこちら。お酒のメニューが豊富です。水炊きの他にもしゃぶしゃぶやすき焼きもあります。見るからに濃厚なスープ、2人前の野菜たちです。まずはスープに柚子胡椒を溶かして、口いっぱいに鶏の旨味が広がり美味しくてびっくり。体が温まります。寒い時期は予約が確実です。鶏肉は特製ポン酢とネギでいただきます。身がキュッと締まって旨味が凝縮されています。いろんな部位が楽しめますが、皮付きがジューシーでやっぱり美味しいです。ポン酢は酸味が少なくてマイルドで食べやすいです。ミンチも20個ぐらい入ってて満足感たっぷり。野菜はキャベツ、ほうれん草、えのき、人参、豆腐、うまみたっぷりのスープで締めの雑炊を作ってもらいます。卵とネギの優しい雑炊、お米に鶏のうまみが凝縮した濃厚なスープが染み込んで美味しいです。体がポカポカ。ごちそうさまでした。
牧野うどんさんに行きたいと思います。閉店間際に駆け込みです。肉うどんを注文しました。茶色いスープ、お肉の旨味が溶け込んだスープは甘くて美味しい。麺はもちもちで食べても食べても減りません。甘いお肉はほろほろ、ネギはたっぷり爽やか、かしわ飯も最高です。スープに浸して食べると美味しかったです。ごちそうさまでした。博多グルメいかがだったでしょうか。この動画がいいと思った方はいいね、チャンネル登録、この動画を共有していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。